究極ハーツに立ち向かうのは苦戦を強いられる戦士たち。悟空とベジータがフュージョンしてハーツに挑む、うん、この戦いを見逃すな。ゴジータ VS ハーツ。フュージョンハーツ。君たちは面白い。名前は悟空とベジータでゴジータだ。その姿で究極を倒そうというのか。楽しもうじゃねえか、ハーツ。まだいたのか。君たちは邪魔だよ。来たまえ。感じるよ、君のすべてを。
この俺と渡り合うとは大したやつだ。だが分からん。それほどの力なら全王を倒せる。俺と共に人間の自由のために戦うのだ。何言ってんのか分かんねえな。うん？俺はもう自由だ。君は気づいていないだけだ。不自由さってやつに。今度は何だ。この星ごと押し潰そうというのか。仕事消え去れ。自由のため消えろ。動かない。スーパードラゴンボールヒーローズ、ついに覚醒したゴジータがハーツに立ち向かう。絶体絶命の危機、地球の運命は。さあ、君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へと飛び込もう。コアエリアの戦士たちがキャンペーンカードで登場。宇宙ソーラー編最終決戦、全力で挑め。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション12弾、1月9日稼働予定。行くぞハーツ、こいつで最後だ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ完全決着、宇宙騒乱の行方、絶対見てくれよな。